はい、どうもどうも、日暮らしなまずです。今回はね、まあここの位置に水槽が空いん、ここの位置で水槽が空になってるっていうことは、まあなんとなく察しのつく方もいると思うんですけど、イモリテラリウムを作っていきたいと思います。で、これ水槽置いてるんですよ。すごくないですか、これ。さすが ADA だなと思いましたね。まあでもこの ADA の水槽は、前も紹介したんですけど、6500円ぐらいで買ったんですよ。あのちゃんと新品でね、新品で6500円で買ったんですけど、まあなんでこうなんかアクアリウムやるわけじゃないのに、まあ、イモリ水槽で使おうと思ったかというと、あのコトブキの本当は水槽を探してて、でコトブキさん、まあ自分コトブキ信者なので、あのコトブキさんの水槽を探してたんですけど、その水槽が5000円ぐらいだったんですよね、同じ企画で。まあなので、まああと1500円ぐらい出せば ADA 買えるんだって思って、今回初めてね ADA の商品を買ってみたという感じです。で、どうしようかな。今回は水場をね、前回の反省を生かして多くしようかなと考えています。ではやっていきましょう。ではやっていきましょう。ちょっと今回はね、フィルターをエーハイムの小型のモーター買ってきたんですけど、なんか微妙ですね。これどうしようかな。こうして一本大きい滝を作る感じにしようかな、と思います。で、今回も滝に使うのは前使ってたやつをなんかうまくこう設置してやって、で、あとモデリングソイルで壁を囲って、で、水辺はここら辺までかな。なんかちょっと出して、で、全面を水場にする感じで、まあ奥側は、ここにある観葉植物とかを植えていこうかなと考えています。だいたいここまで終わりました。ちょっとね、多分ここがね、多分滝、水の量、流量が多すぎて多分滝溢れちゃうと思うんですけど、まあそれもいいかなと思ったんで、とりあえずこのまま続けていきます。で、あとはデコボコロックを今回は使ってます。余ったものを使ってて、やってますね。で、デコボコロックで段差をつけて、で、水のポイントと陸地ポイントを分けていこうかなと。まああと流木とかもうまく使って、分けていけばいいかなと思ってます。この綿はね、こう石を置くときにガラスが傷つかないように、置いてます。まあちなみにここも傷ついちゃったんですけど、まあ傷はつきものということでやっていきましょう。ここまで終わりました。まあ流木を入れてみたんですけど、枝流木のみを入れてみました。これどうしようかな。これ絶対滝はうまく流れてくれないと思うんで、その辺は苔でカバーしようかなって考えてます。で、今回どうしようかな。モデリングソイルは入れようかな。まあ、こういう感じにしてみました。で、ソイルはプラチナソイルがあるんですけど、それの量がまあまあ少ないので、なんだっけ、これ猫よけマットか、猫よけマットを敷いて、で、そこの上に洗濯ネットを置くことで、あのソイルの消費をねちょっとでも減らしていきたいと思います。まああのろ過こう循環する上でもやっぱこういうねのは必要なんですよ。で、なんか今回の目標、そういえばなんかメンテナンス性を上げるとか言ってたけど、全然メンテナンス性上がってないな、これ。まあこう水の通り道に全部ね、あれをなんだっけ、マットを入れて、
こうなるべく砂とかそういうのがモーターに詰まらないようにしていきたいと思います。ではやっていきましょう。マットを敷きました。なんか雪景色みたいな感じになっちゃったんですけど、まあ本当にもう穴という穴を塞ぎましたね。で、今回使うのがプラチナソイルのなんだっけ、パウダーかな、これノーマルかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、それを使っていきたいと思います。色は黒です。あー、すいません。普通にこっから出てきたっていうね。はい、ソイルを置きました。うん。で、次ね、モデリングソイルっていうやつを壁一面にバーっとやっていきます。この作業がね、一番手が汚れて嫌な作業なんで、今回はちょっと本当に全然違う感じのレイアウトになっちゃって、まあいいでしょう。ではやっていきます。ちょっとこの辺ごちゃごちゃしすぎですね。まあやっていきます。ここまで終わりました。モデリングソイルを壁に貼り付けましたね。やっぱ暑いな、この部屋。生き物のためにね、あれをヒーターをつけてるんですけど、かなり暑いです。ちょっと今回結構適当な感じで立ち上げちゃってるので大丈夫かな、ちょっと不安なんですけど、次はね、とりあえず水を入れていきます。はい、とりあえずもうここまでやっちゃいました。ちょっと時間がなくて、うまく撮影できなくて申し訳ないです。こっち右の方にとりあえずテーブルやし、ガジュマル、アヌビアス7を、まあ、敷き詰めてみました。まあ、こっちの方はいい感じになってるなって思うんですけど、であとはまあこっちの方にブセファランドラとミクロソリウム系、あとまあ苔が上の方にあるって感じで、感じになってます。で、アヌビアス7ね、もうちょっと買って、こういうところ、こういう岩の隙間とかそういうところにまた植えていきたいなって思ってます。で、こっちのね、この辺難しいな、どうしようかな。で、意外とね、フィルターはいい感じで動いてくれてます。こういう感じになってますね。で、こぼれることもなく、こうバーッとね、ここまで来てくれてます。まあ、なので、一応まあ成功でいいかなと思っています。今回はね、ここまでとさせていただきます。ちょっと今回変な感じの動画になっちゃって申し訳ございませんでした。またなんかね、この辺にね、こういい感じの流木をバーンとやったりとかもしたいんですけど、まあなんかピンとくる流木があったら買ってね、やっていきたいと思ってます。まああとは、植栽とかも今度、またちゃんとやっていくので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。